シューティングバーを隅から臨時ニュースです。唯一無二のスタイルで熱狂的なファンの多いクライタク・クリス・ベクター、ゲームやアニメでフィーチャーされ、いよいよ注目が集まっています。エリア41横浜のレンタルガン人気ランキングでも不動の1位。でも電動エアガンとしてはもうちょっとキレが良ければいいなっていう声があるのも事実です。そんな世論が高まっている中、あのプリコック電子トリガーカゲロウがついにクライタク・クリス・ベクターに対応。その名もカゲロウ14型シューティングバーおすみはいち早くその最終生産サンプルをゲット。おすみ私物のクリス・ベクターゼロにインストールすることに成功しました。まだカゲロウ14型 F 本体はお見せできませんが、そのパフォーマンスを見てみましょう。バッテリーをつなぎます。今までのカゲロウですとこの段階で検知音が鳴るのですが、今回の設定ではセーフティーがかかっている状態では通電しないことになっています。それではセーフティーを解除しましょう。ここで初めて通電します。バッテリーが3セルであることを示す3回のビープ音が鳴ります。クライタク・クリス・ベクター専用カゲロウ14型 F は光センサー式ではありません。クライタク・クリス・ベクター独特の短いストロークのトリガーに対応した物理トリガーなんです。光センサーに慣れてない方でも安心ですね。では早速セミオートでトリガーを引いてみましょう。こんなに短いストロークでプリコックならではのキッキーバーストです。2転写、3転写、5転写、10転写のバーストモードが選べます。フルオート、オーティアン PX のクリス・ベクターゼロがベースになっていますので、実銃さながらのハイサイクルも可能。カゲロウはサイクルが遅いってのはもう古い情報です。クライタク・クリス・ベクター専用カゲロウ14型 F 2022年9月もしくは10月発売。 Don't miss it!